遠い思い出やがて消える木陰も窓辺赤く輝き光り満ちたあの頃してたりとかして、あ、これはある時からやっぱり
意識をちゃんとしないと、最初の頃はね、もう、あ、しまって、なんかとっても楽だなと思いましたけれども、やっぱり、化粧っていうのはしないといけないと、引っ込んでしまうなっていうことを、実感いたしましたけれども、ね、もうね、これだけ、皆さん活動的にこう、できるようになりましたので、やっぱり、いつまでも、若く美しくいたいと思いますけれども、実は、神戸の方でこんな会を作っておりまして、いつかどんなに若いピチピチしたギャルもいつかはバーになるわけです。ね、私たちも皆さんも本当に素敵な方ばかりなんですけど、私たちもいつ昔は若かった、よかったって言いながら、なんだけれどもいつかはバーになる、同じバーになるなら美しいバーを目指しましょうということで。漢字で書きますと、美しいバーですね。ビバで、これを VIVA、ビバと呼んだりしまして、ビバ神戸というのを作っておりまして、どんどん若返って、美しい。どうしてもシャンソン界が特にそうなんですけれども、シャンソン界高齢化してきたなと言われまして、なんとか美しい元気なバーになりましょうということで、そんな会を作っておりまして、今皆さん活発に動いておりますけれども、そんなこんなでお化粧もしばらくしなかったら忘れたりとか時間がかかったりなんていうこともございますけれども、ちょっとこの会の皆さん待っておきください。
変わってまいりますけれども、ちょっと最近の比較的新しいチャンソン、ちょっとロック調なんですけれども、結構女性には人気がございます。パトリシア・カースという方のナンバーから、マドマセ・シャントル・ブルース。
なんかいろいろね、その、いろいろ迷惑をしたか分かりますね。なんか出会いが、そこはあれなんですか？出会いにいいでしょうか？そんな、あの、本当に時代はどんどん移り変わって、ね、これで企業も周りの地震やら、いろんなことは、災害がたくさんありますけれども、それにも明月を振るく、記憶から、私たち、見守ってくれている、そんな足を